まずは外部給電に必要なこのビークルパワーコネクターの使い方から見ていきましょう。接続の工程はまだ先です。車内に入り、できればすべてのドアは閉めておきましょう。そしてブレーキを踏まずにパワーボタンを2回押します。ディスプレイ左下にイグニッションオンが表示されます。ここで先ほど言いましたが、ドアを閉めていないとドアのオープン表示がいちいち出てくるので煩わしいんです。では元に戻ります。ディスプレイ中央の表示を設定に合わし OK ボタンを押します。いろいろなコンテンツ表示が出てきますので、カーソルで移動し、車両設定にカーソルを合わし、長押しします。外部給電を選び、EV 給電、ハイブリッド給電、必要な方を選択します。給電時間は常時 400W の消費電力を使用可能な時間が表示されています。EV 給電の残量が下回ると、エンジンがかかりハイブリッド給電で継続します。なお、燃料残量警告灯が点灯すると、外部給電を終了します。これで設定完了しましたので、ビークルパワーコネクターの接続に入ります。ビークルパワーコネクターの防水カバーを開き、使用したい電気製品のコンセントを差し込みます。AC100V で消費電力の合計が 1500W 以下の電気製品を使用することができるシステムです。これでロックがかかりました。電源スイッチを2回押します。緑のランプが点滅から点灯に変われば使用可能です。外部給電の消費電力は常時 400W 使用で、 EV 充電 MAX 時で20時間、燃料満タン時で約5日間の使用が可能。災害時はもちろん、アウトドアでは十分な活躍をしてくれることでしょう。通称出てきた、通称リリー、ここ来てみー、涼しいから。では外部給電終了操作に入ります。電気製品の電源をオフにします。パワースイッチを1回押してオフにします。そのままではビークルパワーコネクターが取り外せないので、一度ドアロックをしてドアロックを解除します。ビークルパワーコネクターのロックボタンを押しながら取り外せば終了です。いかがでしたでしょうか。ハリア PHEV の外部給電システムをいろいろな用途で活用してみてください。リリス赤いの。ダメや。